イカは日本だけでも100種類以上の種類が生息されているとされています。それぞれのイカごとに美味しい調理方法は様々ですが、今回は4種類のイカのおすすめの調理方法をご紹介します。イカの代表といえるスルメイカは身に甘みがあるので、刺身、姿焼き、天ぷらなどどんな調理法でも美味しく食べられます。また太ってコクのある肝を使った塩辛もおすすめです。ヤリイカは身が薄めで上品な甘みがあります。生だと固めのコリッとした食感が特徴的で、火を入れると身が薄い分柔らかくなるので煮物がおすすめです。また少し小さめなものはイカ飯に適しています。アオリイカは身が厚めで食べ応えのあるイカです。特に生は高級な寿司ネタとしても知られていて、ねっとりとして甘みのあるアオリイカ本来の味が楽しめます。最後にホタルイカは甘みがありプリプリしたのが特徴です。酢味噌和えや煮物にするのがおすすめです。ぜひ今が旬のイカをお楽しみください。このような季節の情報はアプリウェザーニュースお天気ニュースチャンネルからもご確認いただけます。